はい、どうも、不明だようです。今回ですけれども、干支にねちなんだ、まあ新爪がね登場する、はい、ということで、はい、まあ虎年なんですけど、虎のね新爪がまあ来るんですけど、まあそれのね予想ってか、まあほぼこれこの中から来るんじゃないかっていうところをですね、まあ紹介していきたいなと思います。あとはまあちょっとね、多分8周年のイベントの中で多分触れてなかったと思うんですけども、一応プレイヤーレベルの上限が800になって、まあ、プレイヤーレベルがね成長スピード3倍になっている、あ、3倍になるっていうのが、まあ1月、まあ1ヶ月間なのかわからないですけども、まあ1月のトピックスということで、まあ3倍のスピードになるというところみたいです。はい。で、特にね、セレボとかのね、情報はまだないですね。はい。で、はい。虎年なので、まあ、虎のね、ディズニーのキャラクターを、紹介していきたいなと思います。はい。ということで、こちらの、ところでね、干支のね、虎の新爪が確定してまして、まあ、ただ何が来るか分かってないので、予想していきたいというところになっております。で、ここ下行くとですね、もう、自分が探した虎のね、キャラクターがね、たくさんいらっしゃいますので、まあ、紹介していきたいと思います。まずは一つ目、クローハウザーですね。はい。まあ、こちらはね、まあ、とりあえず、ズムとしてはもう登場してまして、これが来るっていうのはなんかなさそうかなっていうのはあるんですけども、はい。これ多分ズートピアのキャラクターかなと思うんですけど、はい。っていう感じですね。はい。で、次、シアカーンというのがありまして、これがジャングルブックだったかなに出てくる、まあ、虎らしいです。ちょっとジャングルブックは全く見たことないのでわからないんですけれども、一応、こういうキャラクターがいるというところですね。シルエット的に、ちょっと、まあお見せするんですけれども、先ほどのところですね。ああ、こっちに行っちゃった。シルエット的にどうすか。まあクローハウザーがそもそもなさそうっすよね。結構くるってな、つるんつるんじゃないですか。で、シアカーンに関しては一応ここにギザギザがこうあるので、まあなくはないかなというところがあります。で、次、下。ティガー。ティガーはね、多分ないっすよね。ティガーがこういうシルエットのツムだったら、まあちょっと考えにくいかなと思います。まあなのでティガーはね、ないかなというところです。で、次がチャンドゥ。まあ、チャンドゥもどうかな。このヒゲが長いんで、このヒゲがこう出てくるんじゃないかなと思うんですけど、はい。どうかな。まあ、これでちなみにチャンドゥに関しても確かジャングルブックだった気がします。はい。で、もしこれだったらこの上のね、これもあると思うので、まあ、ここも考えにくいかなと思います。では次、下見ていきます。ラジャー。ラジャーがね、まあ、これもね、すでに登場してるんですけども、まあ、シルエット的にはね、一番合うんですよね。この耳も、そうだし、この、毛のね感じもめちゃくちゃ合うんで、もうラジャーの違うバージョンなんてまあ出ないと思うんですよね。なんでまあなかなか考えにくいところはあるかなと思います。これが一番濃厚かなと思うんですけど、これねつむつむスタジアムの方でタイガーデイジーっていうのがあって、まあこんな感じでデイジーがまあトラのぬいぐるみみたいなのを被った感じなんですけども、はい。まあ、これの、まあ、ちょっと、ふさふさしたやつの、まあ、中身が、まあ、例えばドナルドとか、まあ、ドナルドはこの前出たか、ダルマドナルドが出てるんで、あれですけど、ダルマ系の出てないツムとか、ピッチャー気持ち悪いか、さすがに。プーさんとか、考えられるかな。あ、そう、プーさんもね、後で出てくるんですけど、はい。ということで、まあ一応、ツムスタからはね、こんな感じで出てくるので、まあ、虎のね、
ぬいぐるみを着た何かのキャラクターっていうのが、まあなんか一番濃厚かなと思います。で、これが先ほど言ってたね、このプーさんのやつです。で、あとは、このジャスミンと虎のスルタンっていうのがあって、はい。これが絵本でね、あるみたいなんですけども、まあこのスルタンっていうね、キャラクター。はい。これがラジャーなんかなっていうわけではないんかな。まず、とりあえずこのね、スルタン。これラジャーの子供なんかな。はい。まあ一応その可能性もゼロではないかなと。まあないと思うんですけどね。っていう感じで、個人的にはですね、まあこの、こんな感じの中身に何になるのかっていうところになってくるのかなと思います。はい。このぬいぐるみ可愛いっすよね。売ってるし、しかも、ティガー持ってるっていう。しかもこのティガーなんてツムツムみたいなね、感じになってますしね。はい。っていう感じで、まあ、ツムスタみたいなね、まあ、仕様なのが、個人的には濃厚と思っております。が、いかがでしょうか。はい。ということで、新ツムのね、この、エトのね、ツムということで、まあ、ちょっと予想させていただきましたけども、まあ、これもですね、多分、前日、多分31日に情報来るのかなと思います。はい。まあ来るとすれば、まあスキル映像とかその辺が流れてくると思うので、またね、そこら辺は、まあ、動画で紹介していきたいなと思います。てな感じで、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。